秋元千秋は、英国王立防衛安全保障研究所、日本特別代表、大阪大学大学院招聘教授、拓殖大学大学院非常勤講師を兼務。専門は、国際安全保障、紛争分析、情報活動、地政学、戦略論、早稲田大学卒業、元 NHK 解説委員東京都出身。1979年、 早稲田大学を卒業後、NHK に記者として入社。沖縄放送局に勤務した後、報道局国際部に所属、安全保障担当の国際記者として、東京、ニューヨーク、ワシントン、ロンドンを拠点に、イラン・イラク停戦交渉、東西冷戦の終結、米ソ軍備管理交渉、第一次湾岸戦争、ユーゴスラビア紛争、北朝鮮核問題などの取材に当たった。 その後、国際放送局を経て、解説委員に就任した。その間、英国王立防衛安全保障研究所の客員研究員として、ロンドンへ留学、ロンドン大学大学院等で安全保障の研究に当たった。2000年、NHK 解説委員に就任。解説委員としては、歴代最年少での就任だった。 安全保障専門の解説委員も NHK としては初めてのポストだった。2001年ニューヨークとワシントンで起きた同時多発テロでは解説委員として1ヶ月半以上にわたって NHK のニュース番組に連日出演、軍事作戦の内容やテロの背景について解説し、視聴者の高い評価を得た。以後、北朝鮮の核とミサイル問題、中国の軍拡問題、 地域紛争、米国の安全保障戦略、日本の防衛政策などについて深い分析を NHK の番組を通じて提供し、専門家からも支持された。2006年、大阪大学での旧11総選挙後の日本の外交安全保障政策の行方と題するプログラムで、大阪大学大学院、国際公共政策研究科の教授星の都志や、助教授ロバート・エルドリッジ、 アジア太平洋安全保障研究センターの助教授、佐藤陽一郎と討論。2012年、NHK を退職し、英国王立防衛安全保障研究所アジア本部、通称ルシジャパンの所長に就任した。その後、ルシジャパン評議会議長には、英国秘密情報局、ミロクの元長官、 サージョン・スカーレットが副議長には元防衛事務次官の日政天使がそれぞれ就任した。2012年11月の防衛省技術研究本部が開催した防衛技術シンポジウム2012では将来技術との融合を目指して新たな時代を開く防衛技術のあり方を多面的に考えると題するプログラムで物作り大学名誉学長官に本武進 元防衛省技術研究本部長、佐々木達郎、三菱重工業の西岡隆などとともにパネルディスカッションを行った。2013年、日英安全保障協力を促進するためのプロジェクトとして、日英安全保障会議を初めて開催。英国側主催者として、エリザベス女王次男のアンドルー王子を東京都内に招兵会議では、安倍晋三首相が、 基調講演を行い日英の安全保障協力を強力に進める方針を表明した。以来、日英安全保障会議はロンドンと東京で定期開催されており、ルシは日英安全保障協力の促進を側面から支援している。また、定期的に小規模なランドテーブルを非公開で開催し、英国の専門家を東京に招き、日本の専門家との情報や、 意見交換の場を提供している。2019年、ルシの組織再編によって、東京に、それまでのルシ、ジャパンに代わって、日本特別代表部が置かれたのに伴い、日本特別代表に就任した。ルシの東京事務所をベースに活動する傍ら、ロンドンのルシ本部にも拠点を持ち、通算して、年に3、4ヶ月は、ロンドンで生活している。英国の議会や、 政府関係のほか国際政治、歴史系の研究者、BBC など、大手メディアの記者とも広く信仰があり、英国の戦略コミュニティに根を下ろした活動をしている。そのため、日英の戦略コミュニティをつなぐ重要なパイプ役としての評価が高い。NHK 時代はわかりやすい解説で視聴者の人気を集めたが、ルシに移籍した後は主に情報の収集と分析。 ロンドンへの報告に専念するようになり、テレビ出演など派手な活動は抑えている。最近は日英同盟の復活など日英の安全保障協力をテーマにした著述やシンクタンクでの講演が目立っており、米国に偏らない欧州の視点で国際安全保障を語ることのできる数少ない専門家として評価されている。ありがとうございます。